はい、というわけでどうもマルトラです。今回はファンパレなんですけども、今日は家入り翔子を使っていこうかなと思います。回復キャラクターというわけで、まあ今の環境回復めっちゃ貴重なんでね、この方使ってる人多いんじゃないかなと思うんですけども、僕個人的にね使った試しがないんですよね。この方入れて強敵解雇クリアしたぜみたいな記憶が一切なくて、まあ、個人的に弱いと思ってんねんけど、まあ、今日はそんな翔子さんをちょ最強にぶっ壊れにしていこうかなと思うんですが、コマンドスキル、呪力20消費して、選択した味方の、HP 術式 112% 回復というわけで、まあ自分の術式パーセンテージ回復を、持っているんですよね。ほんで必殺で、味方全体に術式 232% 回復というわけで、まあこれだけでも結構回復力高いんですけども、今日はねそんな翔子さんのお供に、はい、こちらジョーゴ使っていこうかなと思うんですけども、無課金階層ですね。このスキル、言わずと知れた、術式 60% アップ2回というわけで、2ターンじゃなくて2回なんで、この階層を打ってかえ2回の間術式が、60% アップするという、戦術なんですよ。この術式アップはもちろんのごとくこの回復にも乗りますんで、これで回復跳ね上げていくっていう戦術なんですけども、一つね、まあ、隠し要素みたいなのがありまして、このジョーゴのスキル、術式アップなので術式ダメージもしくは術式を何がしするスキルを打った瞬間にこのカウントが減るんですよ。ということはつまり体術系を打った場合このカウント減ることがなく残り続けるんですよ。でこの家入さん、もともと体術スキルを付与しているんですよね。メス投げ、サンプル回収、この2つ両方とも体術なんですよ。だからジョーゴ1回発動してそっから体術ばっかり打っていった場合、その術式 60% アップ残り続けるんですよ。ほんで5ターン後にやったらまた帰ってくるんですよね。5ターン後にやったらもう1回発動する、そしたら術式 120% アップやねん。そんな状態でこの家入さんの回復打ったらこれ、きっしょいことなるんじゃないかというわけで、やっていこうかなと思うんですけども。挑んでいくダンジョンは、特急変態というわけで、定番のサンドバッグとなってんねんけど、ジャンプ地ではビッグマムがサンドバッグやねんけど、ファンパレではもう、この特急呪霊がサンドバッグやな。サンドバッグ見つかんの早いね、この世界でも。というわけで、ジョーゴ付与していこうかなと思うんですけど、メス投げていきまして、はいと、さっき言った通り、ジョーゴ術式に恩恵あるスキルなんで、今ナイフ投げました。メスか、メス投げた一旦は体術なんで、ジョーゴの 60% アップ、こちらカウントが減らないんですよ。あと2回なんですよね。でもこの状態で一旦ちょっと回復打ってみるか。どんだけ回復、あでも今もったいないか、さすがにもったいないな。これはちょっと必殺でどんだけダメージ出るか試してみたいよね。はい。まあ頑張っていこうかなと思うんですけども、まあなかなか、溜まるんでね、僕の、あれが、呪力が。だから、まあちょっとその辺調整していきたいなとは思うんですが、はいと、2ターン後に、ジョーゴが帰ってきます。はい。それと同時ぐらいにおそらく必殺が発動できるんじゃないかなと思うんで、まあちょっと頑張っていこうかなとは思うんですが、翔子さんの必殺ゲージは、1700で溜まるんですよ。まあまあ、先長いんですけども、まあ頑張れている。ちょっと一旦上後1回パターンでこのショーアップ、どんなんかやってみましょうかね。はい。術式、112% アップですわ。まあちょっと学長とかでもバフしてるんですけども結構だ、回復入るんちゃうこれ。うわ17000、わわ17000、17000ですか。あキモ。ジョーゴ帰ってきました。はい、お帰りなさい。ジョーゴがお仕事から帰宅されたんで、奥さんの僕はね料理を作って待ってんねんけど、ここでまたさらに、僕ジョーが発動しました。これで術式 120% アップです。はい、先ほど
回復を1回打ってしまったんで、一発目に発動した 60% アップのカウントは1回減っているんですが、2回目に発動したジョーゴのカウントは、1回も減ってませんので、はい、ここ2回ね、この2回が2回目のジョーゴ、こっちが1回目のジョーゴというわけで、ちょっと必殺技打ってみましょうか。これどんだけなんこの回復量って。多分これどぎついよなそんなん、まあ考えんでもどぎついよな。これどんだけある回復、はい、4万とか入っとる4万とか入ってるやん。そうですか、4万も入んの回復、うっそ。ちょっとね、今回、特急変態ハードに来てるんですよ。推奨戦力3万。まあ一応ね、エクストリーム2はね、いくら回復できるとはいえ難しいんじゃないかなとか思ったんですけども、これちょっと2行きましょうか。エクストリームこんだけ回復力あんの、嘘やん。4万回復はちょっとビビったな。4万回復嘘でしょ、マジか。まあ必殺がたまりにくいっていうのがなかなかでかいんですけども、ただでもいいですねこの回復力は。そりゃあみんなこぞって使うわな。僕はもうバフバフのバフが大好きなんで、このイエリさんには全くもって興味がなかったんですけども、ちょっとこれから使う機会が増えそうですね、こんだけの回復力やったら。でもって、ちょっとギリギリ残ってもらって、あーそんなん感じで残った。これ翔子さんでとどめ刺したかったんですが、とどめ刺したらそのとどめ刺したキャラの、必殺ゲージ結構上昇するんですよ、普通の攻撃に比べて。今回そんなことなかったというわけで、はい、伏黒が死にそうなんで、ちょっと伏黒の回復ちょ打ってみようかね。はい、これジョーゴ等々発動してるんでまあまあ回復するんじゃないかなとは。回復スキルって優先順位何やろ。まあええか別に、あーまあええか。次ちょっと伏黒で回復打ってみましょうか。はい、伏黒で回復じゃなくて翔子さんで回復打ってみて、これでどんだけまあダメージ入るかなんですけど、回復か、あもうめっちゃ間違ってんねんけど、なんぼ19000あれそんだ何を殺してくれとんねん、ド変態ふんどし野郎がの。家入りさん主役やねん、ああそんなことしますか。ああただ19000回復か、さすがにやばいな、その回復ら。なんで僕学長でイノシシ殴ってんの。あもう家入りさんを失ったから、翔子を失ったから僕も気が動転してるわ。そりゃ動転しますわな、動転するに決まってますわそんなもん、うん、ここに関しては回復打っといて。たださっき必殺4万入ったよな。このジョーゴと家入りさん相性めっちゃええわこれ。ほんまちょっと耐久が足らへんなーって悩んでる人はね、このジョーゴ翔子これぜひに試してみる価値あるね。まあジョーゴのスキル、無限回転、体術系持ってるキャラやったら無限に回転できるっていうのはまあ前々から知ってたんですけども、まあね、やっぱり攻撃寄りの考え方にやっぱりなるんですよね。もう術式アップなんかあいつで 600% ぐらい詰めるみたいな面白いスキルなんで、だからね、どうしても、こういう五条先生の必殺で試したくなるんですけども、家入さんに付与させんなありやな。ちょっとね、火力がね今飽和状態でね、まあ、なんだかんだ五条先生とかでバフ詰めるんで、あんなジョーゴとかでね無限回転する必要がないんですよ。ちょっと証拠ジョーゴマジでありやで、うん、マジであれ。てかもうみんな気づいてた、僕ほんまに昨日気づいたんやけど、このジョーゴ証拠ムーブめっちゃ強いな。ちょっと耐久ありやわ。